市内に合わせて17カ所ある集いの広場と子育て支援センター、どちらも親子で一緒に遊びに来ることができる地域の子育て支援拠点施設です。自由に遊べるスペース、子育て講座や楽しいイベント、親同士の気軽な交流などが子育て真っ最中のパパやママに大人気の施設です。今回ご紹介するのはピピー親子の広場です。ピピー親子の広場は月曜日から金曜日の午前10時から午後4時まで子育て親子の交流の場を提供しています。誕生日会、クリスマス会、季節のイベントなど多彩な行事も企画しています。この日は毎月行われるお誕生日会が開かれていました。参加した親子はみんなでバースデーソングを歌ったり、鯉のぼりなどの出し物を鑑賞して和気あいあいと過ごしました。施設長の石井さんにお話を伺いました。地域の子育て支援拠点施設を利用する魅力を教えてもらえますか？子どもさんの成長を実感できるイベントがたくさんあることだと思います。お誕生日会や赤ちゃん用の体重計を準備して身体測定などを、行ったり、各施設でさまざまなイベントを開催しています。開催日時は高槻市のホームページなど、広場でも確認できますので、確認してぜひ参加してください。ではピピー親子の広場で特に大切にされていることを教えてください。はい、子どもさんたちが親御さんだけではなくて、たくさんの大人に見守られながら安心して遊べる環境を、大切にしています。また、実家にふらっと立ち寄るような感覚で日常的に利用してもらえるように、ゆったりとした時間を確保して、おしゃべりしやすい環境を整えていきたいと心がけています。施設が特に力を入れている取り組みや特色を教えてください。ティピーでは午前と午後の部の最後に、読み聞かせを主にしています。手遊びをする時もあるんですけども、主に読み聞かせをしています。で、それが終わりましたら、みんなでご挨拶をしようということを決めています。で、その掛け声がありまして、その掛け声がピシッ、それでは皆さんさようならっていうのをやってるんですけども、それを最初はできない子もたくさんいるんですけども、続けているうちに、年上の子どもたちに見習ってできるようになったりする子がいて、今ではそれを楽しみにしてくれている子もたくさんいます。で、それが終わりましたら自主的に靴を履きに行って帰りの支度をしてくれる子も出てきているので、やっぱり小さなことでもコツコツと続けることってすごい大切だなと実感しております。子育て中のパパママに伝えたいことはありますか？新しい場所に行くっていうのはすごく不安があると思うんですけども、大丈夫です。心温かいスタッフがどの施設でもみんなのお越しをお待ちしてますので、安心して皆さん施設に遊びに来てほしいです。で、ティピーでは、目の前に広い駐車場があります。なので車でもすごく来やすい広場になっていますし、近くにスーパーもありますので、お買い物の前後に立ち寄っていただくこともできるので、それもすごくおすすめなポイントとなっています。施設によっていろんな特色がありますので、ぜひいろんな広場を訪れてお気に入りの場所を見つけてくださいね。お待ちしています。自分自身もお友達ができて、こう一人
悩んでたことも先生たちに聞いてもらったり、一緒に来てるお母さんたちとこう話し合えて、こう気持ちが楽になれて、こうあんまり沈んだりしなくなったから、いい場所だなと。ちょっと不安やなと思ったこととかと、その先輩ママとか、その職員の先生たちにちょっと相談すれば、相談したら自分の肩の荷が下りたり、ちょっと考えすぎやったんかなとか。でここを散歩してる時に、2ヶ月ぐらいの時に可愛かけてもらった気がいて、それで腸の機内入ったみたいな感じで、それでその時にいろいろママとのことができて、ベイベーたちにもいっぱい相談できて、それで心が楽になりました。ここで一時預かりもされてらっしゃるんですけど、まあ、その一時預かりにちょっと何度か使わせていただいたんですが、この子は、まあ、今はもうやっと家でも歩けるんですけど、家で全く歩かなかったんですけど、ここの保育預かり保育させてもらうことで歩いたそうなんですよ。だから何ですかね、正直こう自分たち私親が見ないところでこういう外に出て成長できるっていう場所でもあるのかなと、はい、思いました。今日どこ行こうかな、公園行こうかな、家でずっとおろうかなって思った時に、あ、ピピさん行くって聞いたら、子供が行くってなってくれるから、それでご飯を食べさせたりとか、そう、なんやろう、子供の前に進むのを促せたりとかして、いい場所だなって上の子4歳やけど赤ちゃん帰りしたりとか、でこの子は寝ない、新生児で夜寝ない時とか、こう誰にこう相談したらいいかなとか、首も座ってないので連れてそんなに外で歩いてっていう感じもできなかったんで、こちらに来させてもらって、こうやっぱ相談させてもらってよかったなって思います。こんな遊びが好きなんやって私も母としては発見できてるので、でまた家で取り入れてみようかなとかは、はい、ありますね。この汽車もなんかここで遊ぶのがなんか彼なりの今日の遊びなのかなとは思うので、はい。最後にテレビの前のパパママも一緒にできる親子の触れ合いを紹介したいと思います。今日はお家で簡単に作れる手作りおもちゃ、紐の引っ張りおもちゃをご紹介したいと思います。引っ張っても引っ張ってもエンドレスで遊べて、お家は散らかりません。単純だけど子供に大人気のおもちゃです。では作り方を紹介しますね。用意するのはお菓子などの空き箱とリボンや紐、これだけです。空き箱は子どもが持ちやすい大きさのものが使いやすいです。またかぶせる蓋よりもはめ込む蓋の方が扱いやすいです。まずはじめに空き箱に左右対称に穴を開けます。穴を開ける時のポイントは、リボンや紐がギリギリ通るぐらいの小さめに開けることです。穴にリボンや紐を通したら、片方ずつ端を玉結びします。これで完成です。布や紙を貼るときは穴を開ける前に貼っておきましょう。紐の数は箱の大きさに合わせて調整してください。ティピー親子の広場では牛乳パックの空き箱で箱を作りました。中に鈴を入れて完成です。とってもいい音がします。お家でもぜひ作ってみてください。集いの広場と子育て支援センターでは毎月さまざまなイベントを実施しています。家族で参加できるイベントや季節のイベントなどもありますので、気軽にあちこちの施設を利用してみてください。